はい、皆さんこんにちは、ムラワーディストシンドです。今日はこのガーベラの鮮度新しいか古いかを見極める方法を伝授します。これは伝授すると花屋さんはすごく困るかもしれないけど、もうこれはちょっとあれだね、市長さん、市長さんの皆さんに、はい、やっぱりこうよりきれいにこの新鮮なお花を飾ってほしいっていうね、はい、我々の願いから、ちょっとね、本当は教えちゃまずいけど教えます。どれが新しくてどれが古いかなんて、これ分かんないですよね。分かんないですね。これ絶対分かんないですよ。分かんないようにできてるんですから、で、じゃあ今日はどうしたらね、それが分かるかっていう、これ裏技があるんですね。裏技があるんですよ。ちょっと教えてください。はい、基本的にガーベラって茎がこう汚くなります。けど、桶にこう入ってる状態で茎は見えないんで。そうだね、うん、だからこの下を見ないでも どれが新しいか。そう、花屋さんに行って一歩一歩こうやって下こうやって見てたら、多分すっごいこう嫌な顔されるんで、多分特に関東の人はできないと思う。それできないですね。なのでこう上から見てね、鮮度が分かる方法を今日は教えます。はい、この薄いピンクとこの黄色は多分そんなに見分けがつかないんで弾きます、はい、でこの同じ色のこの2つ、うん、こうやって見ると明らかに違うのが分かるんですけど、ちょっとアップですよこれね。はい、明らかに違うのが分かりますか？これで見てる。これどう？これ。でもなんかなんとなく分かった気がするけどね。なんとなく分かるんです。よく見ると。で、これ実際に、ちょっと待って、もう一回ね。これ。これが A ね。A とこっちが B、 どっちが新しいか、どっちですか？ B です。そう、こっちが、ね、新しいです。そしてこっちのガーベラが古いです。どこで見極めるんですか？これはですね、ここのここの中心、ここが吹いてるか吹いてないか、うん、吹いてるか吹いてる、これね、ここ花粉なんですよ、うんうん、花粉が出てくるとお花ってだんだん終わりに近づいてくるので、なるほど、はい、この B の方を見てもらうと、まだ何にも出てないね。そう、中心が白いで、まだそこまで黄色くない、ここら辺が。なるほどね、はい、こっちの方が断然新しく長持ちします。なるほど、要はここの中心の花粉が出てるか、ここにも重ねて出てるか出てないかで、こっちが、そうなんです、新しくて、こっちが古いということですね。そうですね。なるほど、はい、では今日はすごいこう裏技が出ましたね、じゃあそのをよく覚えておいて、このガーベラを選ぶときは選んでください。そうするとより新しいものはゲットできるってことですね。そうですね、まあ、ただ新しいものを手に入れただけじゃ長持ちしないですけど。え、なんで？ガベラは水そんな入れなくていいんで、ほんと 1cm か 2cm の水で大丈夫なんで、あんま入れすぎちゃうと逆にダメになりやすい植物ですので、
なるほどね。新しいものを買って水を少なめにこまめに水替えしてもらうことによってより長持ちするということになります。新しいこの花粉が出てないガーベラを買って、はい、水を 1,2 センチにして、はい、飾ると。飾ると。なるほどね。でこれあれだよね、酸性に弱いから。そうですね、あの フローラルフォームがダメなのね。そうですね、それに弱いんですよね、はい、なのでまあ花瓶で 1,2 センチの水で花瓶で飾ってるのが一番ベストということですね。ベストです。よし、 OK です。じゃあ今日はこのガーベラの見分け方、これで見てる視聴者の方々はもうプロ顔負けの情報を得たってことですね。店に行ってやってやりましょう。あ、やってやりましょう。あ、でもうちの店には来ないでください。やめてください。勘弁してください。すみません。